新たなトレーニングシミュレーターの使用許可が下りました。前のものよりもずっと手強くなっています。銀河ホース、操業停止中のセプトニウム採掘場で採掘メカが暴走しています。採掘場に向かい暴走した原因を突き止めてください。原因だってな、そんなんちょっと言ったところでわかるもんなのか。これも任務よ、行くだけ行ってみましょう。早速お出迎えか。採掘施設のメカだからなるべく壊したくないけど、これじゃあしょうがないかしら。暴走してるな。何か貨物を乗せてるみたいね。トロッコに積載されているのは高純度のセプトニウム鉱石のようです。価値の高いものなのでなるべく壊さずに回収してください。回収ったってどうすりゃいいんだよ。荷台のトロッコは壊さずに動力車だけ壊したらどうかしら。明暗ですね。それで行きましょう。よっしゃ、やってみるぜ。暴走メカの他に何者かの生体反応があります。そいつがメカを暴走させてるのか。わかりません。お前らここで何をしとるんじゃ。何、さてはお前がメカを暴走させた犯人か。何を言っとるんだ。ああ、わしの採掘メカたちがこんなになってしまって。採掘場の作業員かしら。もしやわしの採掘場を荒らしているのは。わしの仕事場を荒らすやつはさっさと出ていけ。先ほどの人物の素性が判明しました。ここ第6セプトニウム採掘場の現場主任、重田源蔵です。どうやら採掘現場への執着が強すぎていろいろ問題を起こしていたようです。そのため操業停止になっていましたが、相当未練があったようですね。仕事熱心もどうすぎると問題だわ。まったくだぜ、あいつまで暴走してるんじゃないか。まさかね。ひとまずこのまま施設下部に進み調査を続行してください。了解。下方向からロックオン反応、注意して。おそらく掘削用のレーザーです。もし当たったら溶けちゃいますよ。溶けちゃいますよじゃない、こっちの身にもなれって。冗談ですよ、気をつけてくださいね。お前ら許さんぞ。また出た。油断ならないわね。またトロッコよ、さっきより数が多いわ。数が多いからってやけにならないでくださいね。分かってるよ、暴走親父とは違うぜ。動力車だけ破壊すればいいんだよな。分かってるならさっさと手を動かして。へいへい、手厳しいこと。お前らまだわしのメカたちを苦しめるつもりか。だから止めに来たんだって言ってるだろ。うるさい、さっさとわしの採掘場から出てけ。出ていかないというのならこうしてやる。なんて攻撃。おい、あれ本当にただのシーリングマシンか。ニーナ、あのマシンのスペックは？型式番号 EVV05、 通称フライングモール。セブトリウムエネルギー開発の要として投入されたマシンですが、掘削機としての性能が非常に高く、戦闘用にも転用されかねないとして現場投入時に議論。どうだ、わしについてこれるか。岩石を掘り進んでやがる。あとをついていける。マジかよ。うわー、まだついてくる気か。ひゃー、埋まるかと思ったぜ。あら、綺麗な光。セプトニウム鉱石ね。そんなこと言ってる場合かよ。どんどん攻撃が激しくなってるぞ。この鉱石は全部わしのもんじゃ。めちゃくちゃ言ってるわね。早く捕まえちゃいましょう。わかってるって。わしの職場を返せ。ご愁傷様ね。ニーナ、何か暴走の原因はつかめた？やはり現像はメカの暴走には関係ないようですね。情報部から情報が来ています。採掘場の管理システムに何者かの不正アクセスを確認したとのことです。採掘場の深層部まで来ても物理的な原因は見つかりませんでしたから、以降は MSS 情報部が調査を行うことになります。なんだ、結局無駄足だったのかよ。しかもあんな暴走親父とやり合う羽目になるし。まあ、あの現像っていう男は放っておいてもいずれ大問題を引き起こしていたでしょうから、無駄じゃなかったんじゃない？まあ、そういうことにしておくか。まあまあってところね。ここでは装備を購入できます。購入しました。忘れずに装備してくださいね。